平成生まれの皆さん、こんにちは。平成ビジネススクールのクリスです。あのさ、何を仕事にすればいいのかわからないっていう不安を感じたことある？例えばさ、もう大学に行ってて、どのような職業、どのような会社に入ればいいのかっていうのがわからない。ね。で、周りの友達とか同級生は、なんかみんなちょこちょこ仕事見つけて、なんか自分だけ何すればいいのって感じで、休み取って浪人になって、ちょっとしばらくなんか自分を見つける旅に行くとか、本当に怖いよね。何をすればいいのかわからない。で、ただ単になんか変な中小企業に入ってサラリーマンになるのもなんかすっげえ不安だし、僕も本当に10年ぐらいかけてもうビジネスっていうことをやっと理解して、で成績もあってね、自分の会社も立ち上げて、いろんなサラリーマンもやって YouTube もやって、もうここでさ、この不安をぶっ飛ばす3つのステップがあったんだよ。で、それは何かっていうと、最初はね、仕事っていうのはみんななんか働くって思うんだけど、実はそうじゃなくて、仕事ってやりたいことをやっていって生活するっていう見方にするのね。で、二つ目は、その大好きな自分が得意なことをずっと続けるわけよ。だから才能があって好きな仕事をもう生かして続けるんだよね。で、三番目に自分の才能は何かっていうのを調べるんだけど、じゃあ今何をすればいいのって話になるんだけど、今は遊ぶんだよ。今は自分でこれやっててめちゃくちゃ楽しいぜっていうことを見つけて、それをやるんだよ。だってそもそもそれが後に仕事になっていくから、最初はもうあなたは多分ね、もう十分頑張って勉強とかして塾とかめちゃくちゃ頑張ったと思うんだよ。で、すっげー心配してて、やっべー仕事しないといけないって。そうじゃないんだよ。仕事じゃなくて自分の好きなことで生きていくっていうことを選ぶと、最初はもう本当に遊んで、これ俺大好き、もし何でもできたら俺はこれやりたい、もし何でも仕事ができたらこれにしますぜ、一生これでもいいっすみたいなものが出てくるから、でそれを見つけるには最初めちゃくちゃ楽しいことをやらないといけないんだよ。地球っていうね、この星、宇宙のね中にある行動の星は、自分がやりたいことをやって、それで自分が幸せになって、相手が幸せになったら、それで生きていけるっていう仕組みになってるんだよね。だから例えばスティーブ・ジョブズね。スティーブ・ジョブズは30歳で100億円の価値があったわけよ。100億円だよ、30歳で。彼は好きなことをやって、でそれから喜びが生まれること、でそれがお金っていうね、エネルギーに生まれて、それを続けてたんだよね。でそれがこの第二の続けるっていうことなんだよ。で自分の大好きなことを続けていくと、で本田の創業者も、本田さんもそうだったでしょ。彼はマシンっていうのが大好き でちっちゃい自転車にエンジンをつけて、でそれをオートバイにして、でそれが車になっていった。その一つの大好きなことを続けていったんだよね。でそうなると、この3つ目のことは、自分の大好きなことを見つけないといけないんだよ。だから自分の才能を知ること、それが最初のステップなんだよ。で今度それを続けていく仕事を見つけて、それを続けていって、で収入も増えていくんだよね。だから本当にね、やっべえ仕事見つけないといけないっていう不安、もう無理だって思ってても大丈夫なんだよ。仕事でもう一番大好きなっていうことを見つけていくと、その次に仕事っていうのが出てくるから、でその後にどうやってそれを仕事にするかっていうステップも入るんだけど、まあ、それはまた別のビデオにしようぜ。でね、才能を見つけるっていうプロセスもあるから、僕はこのビジョンって呼んでるのね。自分の才能がもう本当に自分の心からこれだっていうのを呼んでくれる、でそのプロセスはビジョンっていうのがあるから、もしそれ興味あったら、俺のサイト、平成ビジネススクールっていうことで、まあ、3日間かかるプロセスなんだけど、もし興味があったらそれやってみて、でやらなくても全然 OK だからね。自分の好きなことは自分が楽しいこと。だって仕事って起きてる時間に人生の中で半分することだから、これがめちゃくちゃ楽しくて自分が得意で続けられることだったら相当上手くなるぜ。 Alright man, I gotta run. I'll see you next time. どうもありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネルのLikeボタンを押すのもね、忘れないでください。 I'll see you next time on 平成ビジネススクールのクリスの平成クリスごめん。 So I'll see you next time on クリスの平成。うわ、今日はね、なんだっけ、生ゴミ生ゴメ生卵東京特許と。
東京特許特許局バスが爆発もう言えません。はい。 Alright, thanks so much and I'll see you next time on クリスの部屋。 Adios amigos.